1> 第1旅客ターミナル出発カウンター第2旅客ターミナル外観日本空港ビルディング株式会社は東京国際空港の旅客ターミナルビルのうち第1第2旅客ターミナルビルを建設、管理運営する空港機能施設事業者である。羽田空港第1第2旅客ターミナルビルのオーナー企業として旅客ターミナルや駐車場の管理運営を行うほか 第三旅客ターミナルビルの管理、運営を受託している。また、第三ターミナルの運営会社、東京国際空港ターミナルの筆頭株主であり、成田、中部、関西の各国際空港では、免税店の運営や全国空港の卸売、等を行っている。2007年10月24日に提出された、有価証券大量保有報告書によって、 オーストラリアの投資銀行であるマッコーリー銀行系列のインターナショナルインフラストラクチャーホールディングスが筆頭株主となったことが分かった。これを受けて当時の国土交通大臣、冬柴鉄道は規制のあり方を幅広く検討し、外資規制も論点の一つにすると述べた。その後、2009年7月28日に当該株主が保有するべての株式について、 自己株式の買い付けを行った。総日と出資切盘する中間持ち株会社を通じて、パラオのロマン・とメトゥチェル国際空港の運営事業を2018年から開始予定である。日本空港ビルデング及び、総日とも海外での空港運営事業に初めて参画する。総務省より、指タストックに認定され、2009年からワンセグ放送の実証実験を行っており、 2012年には、エリア放送を実施する、地上一般放送局の免許を受けたものの平成24年度中に、停破し、無線局免許上も有効期限の平成25年3月31日を、待たず返上した。ありがとうございます。